皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゼロから始めるデジタルアートの時間がやってまいりました。今日はですね、私モーモーが、まあ、デジタルアーティストとして数少ない経験なんですけれども、皆様が使えるようなアイディアを満載の動画をやろうと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。でですね、最初に、まあ、こちらの画面見ていただければわかるんですけれども、私、まあ、私ぐらいのと言ったらまあ語弊はありますけれども、ちょっとまあそういうデジタルアートをやる人になるとですね、こう使うソフトもこう変わってきまして、私はあのペイント 3D というものを使って基本的にはアートを作ってるんですけれども、今日はそのペイント 3D、 Windows に標準搭載されているので、ちょっとそれを使ってやっていこうと思います。まず新規作成を押してください。そうしますと、こちらに白い板のようなものがこう出てくるんですけれども、これがですね、まあカンバスでございます。で、まあそのアートというのはですね、何を描くかとか、どんなことをやろうかなとか、そういうことじゃないんですね。まあ、カンバスに人生を投影するっていう、まあそういうところになってきます。それをデジタルで行いますよ。昔は紙や布に書いてたのを、まあ、デジタルで行います。で、デジタルアートって何だという話になるんですけれども、まあ、簡単に言うと、その、コンピューターで絵を描けると。で、まあちょっと遡ると、このコンピューターで絵を描くという話をするとですね、まあ3時間の動画を30本ぐらい作れてしまうぐらいなので、ちょっとかいつまんで話そうとは思うんですけれども、まずコンピューターが、まあ戦時中ぐらいですかね、こうアメリカで作られまして、まあそれがこういろいろ発展して絵が描けるようになったと。まあこういう歴史があるわけです。で、その、まあコンピューターを使ってどんな絵を描くかと、まあデジタルアーティストどういう生き方をするのかと、まあそういうものを表現していこうと思います。まず最初にですね、どんな絵を描くか。最初はまあ真似ができればいいと思うので、イルカがこう、海でジャブジャブ泳いでて、ぴょんぴょん跳ねてて光がキラキラしてるみたいな絵があると思うんですけど、ちょっと私作家の名前はわかんないんですけれども、まあ、そういうのをちょっと作ってみようかと思います。で、こう、右上、あ、嘘ですね。真上の方に矢印を持っていきまして、3D 画像、ここを押してみましょう。そうするとですね、左側に 3D モデルというのが出てきます。まあ、それでですね、魚というのからね、これを押しましょう。そしてここにこう、魚をこう、一匹表します。まあ、そこでですね、この魚、ちょっと向きを変えてあげることによって、3D の感じがですね、まあ、出てきますね、このように。いいですね。で、まあ、なんかもう一匹ぐらいいた方が多分面白いので、もう一匹作りますかね、こちらに。はい、できました。で、これをですね、ちょっと向きが逆なので、こうですね。そして、ちょっと、上を向けて、まあ、手前にちょっと傾けさせてみますか。うん、いいですね。そしたらここにまあ海を入れていきたいわけなんですけれども、海はですね、どうしますかね。3D ライブラリーちょっと開いてみますか。まあここにまあこのようにいろんな 3D の絵があるんですけれども、まあ、ここにですね、海と入れてみましょう。でまあこう検索をかけるわけです。でもアイテムが見つかりませんと、こうなるので、まあこれ消してしまいましょう。で、あとは最新の 3D コレクション、こうやって見ていくと、まあこちらにいろいろいっぱいいるので、まあこれを使ってもいいです。そしたらですね、まあキャンパスをちょっと、まあキャンパス一くになりますか、こうか。で、まあちょっと海なので青い感じにしたいですね。で、まあちょっと光を入れたいのでこう入れます。はい。じゃあここにまあまさかね、アートなので、全く何も自分で手を加えないっていうのもおかしい話なので、ちょっと、まあ、太さを27ピクセル、
で、太めの77くらいにしてこう、ちょっと書いていきます。まあ、これは海をちょっと今から表現しようと思うので、で海からこう魚がジャンプして飛び出てるというところにしてるので、ちょっとこう入れていきますね。まあ、大体こう、慣れてくればですね、自分の思ったように海が描けるようになるので、まあ、それまではもう練習っていう風になります。練習に練習を重ねていただくことで、まあ、海なり、空なり描けるようになりますと。で、今描いたのが、まあ、海ですね。で、空なんですけども、空ちょっと、そうですね。空は、まあ、これぐらいでいいかな。まあ、これぐらいですね。まあ、これをちょっと、じゃあ、太さを今度はですね、38ピクセルにしましょう。こう、塗っていくわけですね。で、魚にかかりませんか？大丈夫ですか？ 3D なので、こう、飛び出てるわけですね。飛び出てるので、そんなに困るようなことはないです。これがまあ、その 3D の良さですね。あとデジタルアートの良さでもあります。はい。このようになりましたね。そしたらですね、まあ、ちょっとこの不思議なマークが出てきたんですけど、これ何かなと。まあ、こう魚を動かせるということですね。はい。で、この魚自体のこの色はどう変えるのかと。まあ、これはですね、ちょっと私もまだ分かっていないので。で、ちょっと石をこの辺に、やっぱ海なので、ちょっと石があるとですね、いいような気もするので、ちょっと石を入れてみますね。なんかいかにも海っていう感じがしてきましたね。はい。で、あとはもう、まあ、海感は出てきたので、ちょっと太陽をですね、もうちょっとこう太陽の、そうですね。まあ、太陽はまあこういう風に入れていけばまあいいとは思うので、まあ、これでまあ一通り簡単な 3D アートと言いますかね、私も仕事で使うようなアートは出来上がったと思うので、まあ、一旦今日はこれぐらいにしておきます。また次にもうちょっと高度なテクニックを教えようと思うので、その時はよろしくお願いいたします。